はい、というわけで二国スイッチのクレームを書かせていただいたんですけれども、もともと原案がありまして、そちらを元にね書かせていただいたんですけれども、こだわりポイントはですね、やっぱりメンバーのこの目のパーツとかですね。例えばなんだろう、マイティとかではまつげ特徴的やなと思って、まつげつけたりだとか、あとチャキは目丸いイメージがあるので、みんなよりなんかちょっと丸って感じだったりとか、あとサクさんのこの目もシュッて感じやったりだとか、あと両耳がね、私ねちょっと意外とこだわってるんですけどこの画角でちょっと分かるか分かんないんですけど、ミータンはリオニアの顔がこちらも見えてないんですけど、リオニアとミータンだったらミータンの方が顔シュッてしてるように描いたっていうのと、あとこの横毛実は、うん、あ、ほんまや、リオニアの方は横毛なくてミータンの方には横毛ある、気づけへんかった。そうで、目の寄り方もミータの方が寄ってる、リオニアの方が離れてる、でこっちミータの方が口がでかくてリオニアの方が口が細いっていう、そういうね、意外とねそういう違いがねあるんですよこれつけてみました、そんな違いとかを、っていう感じでございますよっ。